皆さんこんにちは。多摩市長の阿部博之です。例年の夏であれば子どもたちと共に鎮魂と平和への祈りを捧げる8月、今年は昨年に引き続き長崎を訪れ平和記念式典に参列する予定でしたが叶いませんでした。日本政府は依然として核兵器禁止条約への批准を行っていません。被爆国日本だからこそ核なき世界へ向け声を上げる責務があると思います。非核平和都市宣言を行った多摩市として戦後75年を迎え、改めて核兵器廃絶と戦争のない地球を希求していくことを誓いたいと思います。今回は感染者数増加の現状と多摩市の対策を中心にお話しします。8月5日19時から5回目となる多摩市医師会南多摩保健所による新型コロナウイルス感染症対策会議を開催しました。今回はリモートによる開催となる多摩南部地域病院日医大多摩長山病院の両院長もウェブ参加。南多摩保健所では PCR 検査は週に3回、各回30人規模で行っているとのこと。調査による濃厚接触者の方への対応が増えている。ただ3月頃は電話相談への対応に追われていたそうですが、現在は当時の半分程度にとどまっているとのことです。とはいえ1日に100件の相談はあるとのこと。保健所職員の皆さんのご苦労に改めて敬意を表します。多摩市の PCR 検査センターですが週に2回2時間、8月6日からは12人まで拡大し対応しています。車両による送迎含め予約者でいっぱいの状況です。多摩南部地域病院は6月に入り落ち着いたことから一般病床に戻したベッドを再び感染者用に準備し直したとのことです。入院は都内で陽性者となった若い患者が多いとのことですが、入院日数は前回ほどではなく短期で退院となる患者が多いとのことです。年齢が若いからか重症にならず入院日数も短いようです。意見交換では唾液検査の課題、また市内で万が一にもクラスターが発生した際の対応、市が補正予算で組んだ保健所による濃厚接触者の範囲を超えた市民への検査方法、そして東京都の感染者公表の在り方など質疑を交わしました。このフリップをご覧ください。先週は500人近い陽性者に驚きましたが、昨日は188人と3桁の数字ではありますが、連休前に多少は減少しているようにも見えます。重症者は22人と依然として低く抑えられています。先ほど地元の2つの病院から伺った話を紹介しましたが、高齢者の罹患が少ないため人工呼吸器や ICU など高度救命の世話になる方は少ないようです。多摩市は先週1週間で7人の陽性者が発生しています。その多くは30代以下の方々ですが、最近は家庭内感染も散見されます。さらにもう一つ、このフリップもご覧ください。日本全国の死亡者数の推移です。4月半ばから5月末にかけては高齢者の罹患も多かったことから死亡者数も多くなっています。しかし現在は亡くなられる方は非常に少ないことがわかります。
このまま新型感染症として指定したままで良いのかと思うほど亡くなられる方、致死率は少ないように思います。ところで、私たちはどのようなデータ、指標に注目していけば良いのでしょうか。陽性者数、PCR 検査者数、実効再生産数、陽性率、病床数、感染経路不明数、政府や東京都の指標も状況に応じて変わってきています。これまで経験したことのない事態ですから、それも仕方ないと思いますが、正しく恐れていくためには、やはりエビデンスに基づくデータが必要と思います。仮にアジア圏の人は致死率が低いとされるファクター X の存在があるのであれば、そのことも知りたいですね。私は感染者の発生状況、医療体制など地域によって注目すべきデータ、指標は違うように思います。当面、陽性者数の規模感で全容を把握し、重症者数の推移、そして病床数に着目し、医療崩壊を起こさないかどうかに視点を絞るべきと考えます。また PCR 検査については、必要な人が必要な時に受けられることを目指し、そのために市としてはまず検査が可能な場所を増やし、クラスターに備えるとともに、医療従事関係者、高齢者施設など、場合によっては飲食関係者など、感染リスクの高い環境で働く人々が定期的に受験できる体制を整えたいと考えています。ただし、以前にもお話ししたように、 PCR 検査はウイルス検知で必ずしも万能ではありません。また掛け声だけで検査数は増えません。まずは必要とされる方への検査ができる体制を整えていきます。私からは、新型コロナに怯えることも必要ですが、猛暑が続く限り熱中症リスクの方が圧倒的に高い。水分補給、そして涼しい場所でお過ごしいただき、屋外では人との距離がある限り無理してマスクをつけないようお願いいたします。この動画メッセージ、次回は8月21日です。では。